こんにちは、ノックさん。メッセージありがとうございます。竹原さんですね。本当に返す返すお恥ずかしいんですけども、私全く存じてないんですよ。竹原さんどころかね、これ有名な人ですよって言っても知らないんですよね。私にとっては無名な人なんですよね。だから世の中の人が注目する人っていうのはまさに有名人になるんですけども、その有名人がね、なんで有名たらしめるかっていうと、その人を知ってる人、要するに有名人として押し上げてるファンがいるからなんですよね。そう考えていくと、竹原さんって方はね、私にとっては無名な、超無名な人で、誰なんだろうって感じですよね。それこそ、隣の駄菓子屋のおばちゃんの方が私にとっては有名人みたいな、そんな感覚があるわけなんですけども、まあまあ、それはさておいてね、今回のテーマは手持ちのカードで戦おうってことです。その竹原さんって方が、Google ってものをね、キーワードに使ったように、私もね、実はね、自分の過去を引き合いに出して、手持ちのカードを使うことがあるんですけども、誰も知らない無名の麻雀って言うんですよね。だからね、無名のものも手持ちのカードなんですよ。無名のところからどのように自分がね、未だに無名でいるのかってことも別に使えるわけなんですよね。まあ、竹原さんに比べるまでもなく、私、久保哲郎という人間は、じゃあ有名なのかって言ったら、知ってる人にとっては有名です。知らない人にとってみたら無名というね、こう単純なロジックができるわけなんですけども、じゃあね、 Google っていうキーワードを使って、ちょっと私もね、ブランディングしてみましょうか。まずね、私の取引先っていうのはね、 YouTube、Google なんですよ。で、毎月毎月そこから給料もらってます。これ嘘偽りなくね、こういうこと言えますよね。その Google や YouTube と提携してるわけなんですよ。そこからフィーをいただいて、私はそこのために働いてると言えます。これはもうご存知のように、 YouTube から広告収入をもらってる人はみんなそうなんですよ。だからね、言い方なんだろうなと思いますよね。言い方、実態がこのぐらいあったとして、こっちを隠してこっちだけを表現すると、なんかね、別の形に見えるんですよね。で、全部表現しちゃうと、実は一部を見せてる時よりも価値が落ちることがあるんですよ。それは受け取る人の、まあ、ポジションによって変わるんですけども、じゃあね、私が今日この時点での年収をドーンと言いますよね。でも、その10年トータルの年収ではどうかなとかね、生涯賃金ではどうかなって考えた時に、結構それが薄まると思うんですよ。そういうふうな見せ方もあるかなと思います。要するに、ブランディングってのはどこを切り取るかってことなんですよ。まあ、ですんで、私たちは人の話を聞いた時に、どこが切り取られているのかってことをちょっと認識する必要がありますよね。ちょっとここでね、似て非なるものかもしれませんけども、面白い例を話してね、今回の動画を終わろうと思います。実は昨日ね、私、町内会の会長してるんですけども、実は昨日、お住まいの地域にお住まいの方からね、クレームがあったんですよ。というのが、まあ、私の住んでる町にも公園がありまして、まあ、最終的な管理者は私なんですよ。だからクレームがあったんですけども、公園に農薬を撒いてる、あ、農薬じゃない、除草剤を撒いてるんで、公園に2、3日立ち入らないでくださいっていう看板がついてるんだと。え、公園に除草剤撒いてるの？危険じゃないか。なんてことをするんだ。これはちゃんと許可取ってるの？こんなことやっていいの？そこで遊んでる子供たちに影響があるんじゃないか。っていうふうにね、ものすごい剣幕で怒られたんですよ。で、その方が言うには、こういうふうなね、有害な除草剤を撒くのは私は良くないと思う。っていうふうに言うわけなんですよ。で、詳しく聞いてみると、その除草剤を撒いてますよって看板は、なんかね、去年の話らしいんですよ。で、なんで今年そういう話出したんですかって言ったら、なんかね、草がね、なくなっているんだっていうわけなんですよ。いや、草がなくなってるのは結構なことじゃないですか。草刈りってウェーンって、結構ね、毎週飼ってますよ。それがなんで農薬を撒いたことになるんですか？除草剤撒いたことになるんですかって聞いたら、草が枯れてるところ、全く何もないと。そこに行ってみて、匂いを嗅いでみたら、臭いんだと。だから、除草剤を撒いたんだっていうふうに言うわけなんですよ。除草剤に、臭い匂いがしたら全部除草剤なんですかって聞いたら、いや、わからないと。私は除草剤の匂いを知らないから、でもなんか気持ち悪いじゃないかっていうわけなんですよ。話がどんどん変わっていくわけですよね。しまいにはですね、ちなみに、除草剤をまくことはこの町では禁止なんでしょうか？私はまだね、町に住んで、町内会長やってるけど3年目なんで、その辺のね、しきたりとかルール、よくわかんないんですよ。この町では、除草剤をまくことは禁じられてるんですか？禁じられてるんだったらちょっと嫌ですよね。でも、除草剤ってのは厚生労働省が認可してね、農林水産大臣が OK 出して、で、近くの販売店で売られていて、で、それを使ってる方は公園であろうが町内会だろうが個人の家だろうが別にいるんじゃないですかっていう話をしたんですよ。そしたらね、さすがに黙ってしまいましたね。除草剤を使っていいのかどうかまではちょっと分かりませんと。除草剤を使ってはいけないっていう、多分決まりは、
この世の中ないですよと、うん、ただ販売されてるわけですからね、うん、ただやっぱりサリンみたいな毒物はダメですよ。であと除草剤をまいたから万が一のために安全管理のために看板をちゃんとやってくれる、ちゃんと管理されてるからいいんじゃないですかっていう話になってみたら、ちょっとねしょんぼりしちゃって、私ちょっと言い過ぎたかなと思ったんですよ、うん、でここで、ね、言えることは、人が何にね恐怖心を持つのかっていうことはみんなそれぞれ違うんですよね。で時には決まりではないんだけども、決まりになってほしいっていう願望が押し付けがましいねクレームになることもあるなと思ったんですよ。で結局その方とはね和解したんですよ、うん、分かりました、あの対処はさせていただきます、あの私に無断で、除草剤をまいたんだとしたら、それはそこについては問題がありますけども、町内会としてね除草剤をまきましょうっていう指示を出すことはそれはありえますよ、うん、なぜならその私の住んでる福山市っていうのは、福山市が各町内に除草剤を配給してるんですよね。で配給していて、その除草剤で地域の公園の管理をしてくださいっていうね、そういうふうな指示が出ることがあるんですよ。だから除草剤をあなたが禁じたい気持ちは分かりますけども、それは福山市の方に持っていくか、あとね除草剤が禁止になった暁にはお隣さんが除草剤撒いてたらそれクレームになるってことですかとかね、近所の人にも除草剤撒いちゃダメですよとか使っちゃダメですよっていうことになっちゃうんで、なかなか飛躍した話になりがちなんで、ちょっと慎重に対処していきましょうねと。私もできるだけね住民の方にご不安がないように配慮はしてまいりますんで、この度はご指摘ありがとうございますという形でしたね。うん、まあそんな形でね最終的にはどっちが何なのかって分かんない感じでまとまったんですけども、私はね終始フォーカスしていたところは、除草剤が撒かれていたのか撒かれていないのかってことが非常に曖昧なのに、過去の記憶を出してきて思い込みで今日も除草剤が撒かれているに違いないと、匂いを嗅いだら臭かったんだっていうこの人の思考っていうのがかなりね柔軟だなと思ったことなんですよね。もう一つは根本的に、除草剤を撒くことは禁じられていないのに、まるでねあたかもね禁じられてるかのように私の方に話を持ちかけてきて、私をまずね抱き込もうと思ったところなんですよね、うん、まあ、抱き込もうと思ったって言ったら言い方がいやらしいんですけども、うん、その辺はねやっぱり除草剤が嫌いな方もいらっしゃいますし、でも片方ではね除草剤が無害なことを知ってる方もいるんですよ。草は枯れるけど人間は大丈夫ね。これ一見聞くとおかしいような気がしますけども、科学ってのはそういうものですから、あの特定の物質に対しては有害だけども特定の物質に対しては無害であるってことは結構あるんですよ。フグの毒があって人間は死ぬけどもミミズは死なないというね、ミミズに対しては無害とかね、こういうことあるんですよ。っていうことは草にとっては有害だけども人間にとっては無害、もしくは有害なんだけども人間の生命をね危険し、たらしめるほどの効果はないってものがあるんですよ。例えばね、100年後に死に至るような薬が開発されました、人間に投与されました、これどうですかね、100年後に死に至ると、うん、これは有害って言っていいんでしょうか、無害と言っていいんでしょうかってことなんですよ。もっとわかりやすく言うと1万年後にどんな生物も殺してしまうようなね、そんな薬がありました、人間に投与を受けました、これなんか問題ありますかねってことなんですよね。確かに気持ち悪いですよ、気持ち悪いんですけども実質無害なんですよね。だからこういうところがありますんで、やっぱりね説明しようと思ったらケミカルの分野になるんで高校の科学程度は理解していないといけないんでね、まあなんかねもしかしたらホルムアルデビドって話を出さないかもしれない、出さないといけないかもしれないですよ。でもこの単語が出た瞬間にもう別世界に行っちゃうんですよお互いにね。まあですんでね、どこまでね前提条件を理解していただければいいのかってことにもなりますけども、先ほどの Google の話に戻りますよね。ここでどこでこう回収するのかってことなんですけども、この話はね Google と提携していた Google の社員であった、うん、ちょっとねニュアンスは違うんですけども、 Google から報酬をいただいて Google のために仕事をしていたって意味では一緒なんですよね。だからどういう表現をするかによって人の印象っていうのはむちゃくちゃ変わるなっていうのが、先ほどの除草剤の例でもね、今回の Google の件でも、うん、まあそこは共通してるんじゃないかなと思うんですよね。だからそれをブランディングというのかね、うん、なんかそのこの小さい設定をこういうふうに大きく広げて見せていく作戦なのかテクニックなのかってことはね、なかなか興味深いなと思いました。どちらにいたしましても手持ちのカードを使うときには豚をハッタリで高いカードに見せるってことありますよね、うん、だからそのぐらいだったら許されるんですけども、もろにね Google の社員ですって言っちゃうのは良くないですよね。うん、まあ、Google の社員じゃないですからね。はい、ということでね、そういうふうな曖昧なことを使わないと、もしくは詐欺的な手法を使わないと売れないとしたら、ちょっとそこは
うん、寂しいなというところですよね。そんなことしなくてもね、力がある方ならできるわけですからね、正々堂々とやっていただければいいんじゃないかなと思う今日この頃でございました。ノクさんありがとうございます。ちょっと長くなっちゃってすいません。竹花さんのことについてお話するつもりだったんですけども、なんかね今回は除草剤の話になっちゃいましたね。はい、ぜひまたね、なんかこのキャッチボールが続くといいなと思っております。それでは失礼します。